はい、皆さんこんにちは、下田武史でございます。今回見ていく内容は、風邪の初期症状によく用いられる葛根湯と麻黄と比較しながら確認していきましょう。お薬比較することによってより理解が深まるということで、今回は葛根湯、麻黄とそれぞれの特徴ですね、比較しながら一緒に確認していってください。じゃあまず共通点としては、割と体力のある人に向いてる実証向けの漢方薬となっているということで、巨匠の人はあんまりね使うの向いていないよねとされております。じゃあどういった時に使うのかというと、自然に汗が出ない、頭痛、発熱、寒気がするでですね、風邪の初期に用いるんだよとなってます。でポイントは風邪の初期なんですが、自然発汗ない場合、うまく汗が出てこない場合なんかに使うとなってますんで、どっちもね、自然発汗ないとか、あとは自然に汗が出ないっていうふうに書かれてますんで、ここは要チェックということになります。じゃあそれに加えて、葛根湯をどういった場合に使うかというと、肩こりとか上半身の神経痛なんかに用いていきますよと。で麻黄湯はどうかというと、咳が強い場合なんかにいいとされてますんで、喘息に使っていくことあるんだなって感じで見といてください。で共通点としては、実証向けということ、そして風邪の初期に使うんだけど自然に発汗ない場合に使っていくということで、細かい違い言うならば、葛根湯は筋肉こわばっている場合に向いている、で麻黄湯はというと咳が強い場合なんかに向いているんだとされてます。じゃあ大まかに2つの違い、共通点見ていきましたが、抗生生薬どうなっているのかっていうのを確認してですね、そしてですね、より細かいところを見ていきましょうということで、続いては抗生生薬見ていきますということで、こんな感じです。でまず共通点なんですが、麻黄が共通していますよ、桂皮が共通してますよ、肝臓を共通していますよということで、麻黄、桂皮、肝臓ですね、これは両方とも含まれているということになります。でこの麻黄、桂皮、肝臓含まれているってことで、まあ、同じようなね特徴を持っているってことなんですが、麻黄と桂皮どういった作用があるかというと、発汗作用があるよねということで、自然に汗が出てこない場合なんかにいいとされているということです。でこの麻黄がですね、実証向けかどうかっていうのを決めてるってとこがありますんで、麻黄含有ってとこからどっちも、まあ、実証向けなんだよねって感じになってます。ただ麻黄桂皮かぶってるってことなんですけども、麻黄湯の方が麻黄桂皮の量が多いということになってますね。こっちの方が多めです。なので麻黄湯の方がよりですね、実証向けとなってます。あとは発汗作用は強いとなってますんで、麻黄湯は麻黄桂皮が多いということで、葛根湯よりも実証向けで、より発汗作用は強くなっているって感じで見といてくれるといいかなと思います。じゃあ違うところを見ていきますけど、葛根湯どうかというと、葛根と芍薬が入っているってことで、神経とかあとは筋弛緩作用ありますんで、筋肉こわばってる場合なんかにいいよねと見ることができると。であとは葛根がですね、鎮痛作用があるよねってことで、それによって神経痛なんかにもいいよねって感じになってます。なので葛根湯は神経痛とか肩こりなんかに用いることある、筋肉こわばってる場合なんかに用いることあるよねとされてます。じゃあそれに対して麻黄はというと、強に含まれているということで、咳止め作用が現れやすい、咳を止めやすいって感じで見といてもらうといいかなと思います。ということで、抗生生薬見ることによってどんな特徴なのかってことを見やすいんで、抗生生薬3つ被ってるということで、違うところもねしっかり見てもらって、それぞれどんな特徴あるのかってことを確認していきましょう。で両剤とも麻黄が入っている、そして肝臓入っているってことになってるんで、使うにあたって注意していかなければいけないこと、飲み合わせどういったことをね注意して使っていかなきゃいけないのかってことをですね、続いて確認していきます。それがこれです。で一応相互作用の項目持ってきたんですけど、まず麻黄含有ってことで、この麻黄の有効成分はエフェドリンとなってる。なので交感神経の機能を高める、これをね見てもらった上で相互作用の項目見ていきますが、まず麻黄含有製剤一緒に使うと、よりですね交感神経作用が現れて、不眠とか発汗とかそういったことが現れるよねとなっております。あと麻黄の有効成分がエフェドリンとなってますんで、エフェドリン類含有製剤と使ってもですね、不眠とかあとは精神興奮なんかが現れるとなっているということね。でそれに加えて麻黄阻害剤、
甲状腺製剤、あとカテコーラミン製剤ですね。これも交感神経の機能を高めるとなってますので、興奮が現れる。あと、キサンチン系製剤、テオフィリンなんかも興奮作用ありますので、交感神経興奮するようなもの。あとは、甲状腺、ホルモンなんかと一緒に使うと、より交感神経興奮作用、もしくは頻脈とか動悸なんかが現れるとなってますので、注意していかなければいけないということになります。で、麻黄含有製剤全般的に言えますんで、よかったらこの相互作用の項目を見て、麻黄を使うときってどういったことを気をつけなきゃいけないのかってことを見れるようになってもらうといいかなと思います。じゃあ続いては肝臓含有製剤ですね。まあ相互作用を見るとこんな感じになってます。肝臓を含有するものと使うことによって、より作用が強くなるですね。で、どんな作用が強くなるかっていうと、この肝臓っていうのはですね、低カリウム血症を起こす。アルドステロンが増えているような状態になるってことで、低カリウム血症を注意していかなきゃいけない、にアルドステロン症を注意していかなきゃいけないとなります。あとは筋肉障害、ミオパチーなんか現れることありますんで、筋肉障害ないかってこととか、カリウム値変動ないかってことを確認していかなければいけないとされております。あとは水分溜め込みやすくなりますんで、浮腫ないかななんてことも確認していく必要あるんだよということになります。で、この肝臓の有効成分は、グリチルリチン酸となっていますんで、グリチルリチン酸を含んでいる製剤ですね。西洋薬なんかありますけど、そういったものと併用するときは、ギアルドステロン症、低カリウム血症、筋肉障害、ないかなってことを確認して使っていかなければいけないとなっているということです。ということで今回は、麻黄湯と葛根湯を比較していきましたが、どういった時に使うのか、そしてどういった共通点があって何が違うのか、使うにあたって何に気をつけなきゃいけないのかってことを確認してもらって、より適切にお薬を使えるようになりましょう。それではまた。